感度とは人の目が光の各波長ごとの明るさを感じる強さを数値で表したものである。明るい場所に順応した時に人の目が最大感度となる波長での感じる強さを位置として他の波長の明るさを感じる度合いをその日となるよう1以下の数で表したものである。明るいところでは555ナノメートル付近の光を 最も強く感じ、暗いところでは507ナノメートル付近の光を最も強く感じるとされる。標準皮脂感度とは、国際照明委員会と国際度量構想会では、人の皮脂感度の平均から世界標準となる標準皮脂感度が規定された。標準皮脂感度には、名書詞標準皮脂感度と暗書詞標準皮脂感度がある。特に断らない場合は、 視感度といえば明るい環境での人の目の感じ方である名所非死感度のことを指す。人の目は明るい場所では波長555ナノメートル付近で最大の感度を持つ。視感度とは人間の目が波長ごとに光を感じ取る強さの度合いを表すものであり、また波長ごとに光を感じ取る強さが異なるという現象全体を指す。人が 光の波長によってその強度の感じ方が異なるということは、純物理量としての光の量。例えば、光子の量と人が感じる明るさには、波長によって差が生じることを意味しており、例えば、明るいところで、青色の450ナノメートルの波長の1000個の、光子を目に受けた時に感じる。光の強さは、緑色の555ナノメートルの波長の38個の、光子を目に受けた時に感じる。 光の強さに等しくなり、同様に赤色の700ナノメートルの波長の1000個の光子を目に受けた時に感じる光の強さは、緑色の555ナノメートルの波長の4個の光子を目に受けた時に感じる光の強さに等しくなる。また、人の目には主に明るい環境で機能する水体細胞と主に暗い環境で機能する寒体細胞という2種類の死細胞があり、 それぞれの視感度の特性は異なる。我が国では波長360ナノメートル830ナノメートルの5ナノメートルごとの視感度曲線の数表が軽量単位規則経済産業省令第4条別表に規定されている。最大視感度とは視感度の最大となる光の波長である。明るい場所では多くの人が波長555ナノメートルで視感度が最大となる。 ため名所最大視感度は波長555ナノメートルとされる。555ナノメートルでの視感度は683ルーメン W とされる。国際単位系では波長555ナノメートルでの視感度683ルーメン W を最大視感度とする名所標準視士度を純物理量に乗じて高速、高度、焦度、輝度、光量といった 心理物理量にしている。ABCD 森達夫著、勇気 L の本日刊工業新聞社2008年4月26日、初版一冊発行 ISBN9 兆7845億2606万496。ありがとうございます。